この生活の虜になっちゃうよね。で光を失ったお下がりの宝石をとこしえにまとって、それパネーション受けた気分になってんだ。足かせと鎖に縛られて、あんた一度の光に会うため、この部屋でずっと忘れた何かを待つ囚人。刺されたものはまんべんなく残さず平らげて、優等生なし人誰よりも無個性だった。進めば都ってくらいのか、まだ何度も何度も吐き捨てて、挙句の果て食べる行為がそれ自体が苦手になった。もう必要はない、これすらも綺麗さ。